ちゃってるみたい。みんな足元気をつけて。どうもシャブでーす。お願いします。はい、お願いします。うん、わかった。あれ？ネックンさん？あ、誰ですか？え、さっき会いましたよね、バインドで。あー、VHSD 沖縄ですか？え、全然違います。いや、もう隠せないでしょ、無理ですよ、あなた。お願いします。すげえ。今まで流したと思いました、今、もしかして。今、流してないです、今の会話、今のでは。ほんじゃ、いきまっせ。病院ダウン。やる負け。こっち見るでしょ、多分あなたは。見なかった。残り1名。ナイス。でもすごいね、僕ロードの段階で。さっき VHSD だっけ ?VHSD?VHSD VHSD 沖縄で、今話してるんですけど、はい。あの、今内部分です、起きます。ハリー氏、ランク上げる派と上げない派がいて、今。あ、そう。分かった。そうなんですね。おお、すごい。マジで軍隊みたい。階段サイファー。あ、ミッドフィールド。勢力が大きくなると分裂するよね。確かにメンバーが増えすぎたんだ。魚群の元プロ2人とかイモータルとかレディアントを15人ぐらい雇ったから数が増えすぎて内部分裂してんだ。パパいる。そう、最初10人だったんですよ。最初10人の頃が一番スナイプやばかったな。ナイスみたいですね。負けとは。あ、なんか位置バレてね、これ。ナイスライ。ネオンさんミュートした方がいいさ。僕は音量も下げてますよ。え、報告ないんで、ネットしてもいいっすかね。そうですね。有益な情報流れてこないし、うるさいだけですからね。すごい。もうネーム喋れなかった。ネオさん喋っていいですよ。さっきのランドみたいに。あの、ボイスで。気にせずやっててくださいね。僕ら自分たちで下げるんで。うん、わかった。うん、わかった。ほんじゃ、いきまっせ。ペアを逆にじゃ減ってる。ネオンの声気象のデミュートしてくれませんか。うん、わかったかもしれない。ミッドワン。最後の一人。A でキャリアダウン。ナイスライ。負けちゃいましたね。ナイスライ。ちょっと。はい、強い。準備完了。ああ、やばい、ここ2。これ負けたらミュートしますね。お疲れ。出ました。ナイス。一人落ちましたね。そうですね。うん、負けてないけどもミュートします。だるいから。皆さん、スパイク持ってくんだけだるいから、本当にやめてくれませんか？それ、面白いとかつまないじゃなくて、普通にだるいだけです。あと、全然関係ないけど、友達いますか？あ、こいついませんよ。ですよね。
さんだ。あ、こいついません。ちょっとかわいそうに聞いた。中央でキャリアダウン。いやー、やってしまった。聖地70リスポ。何それ。サイバーさん、なんか仲間のふりしてるけど、僕あんたにだいぶランクポイント下げられてますよね。それ多分別人っす。沖縄2人いるんで。もう、もう、VHSD も内部分裂してるし、沖縄2人いるし、もうわかんないんだけど。あ、そうですね。僕はアゲランする方っすね、アカリスさんの。了解です。意味わかんねえ。え、トラッカー見たらマジで2人いる？ちょっと待って、本当か？本当だ、本当2人いる、本当だ。よし。K は88です。サイファー。ハリー氏さんとラゴンボールのモバやりますか。よかったな、ネオンバイセ。サイファーこっち側のバイクを設置。ビープラント。光と闇の沖縄、魔人ブーみたいですね。ちょっとエイム良くなってきましたね。沖縄も一枚岩じゃないってことですね。キムチゾーンやれ。沖縄君、タロールの可能性あり。ご注意を。どっちにしろキモいだろ。トロールモード起動。最後の一人だ。今エンジンはこんな感じですか。ダブル。キムチゾーン知らないやろ。モンスターありませんか。トロールモード、そういうのやりませんか。やば、マジで終わってますね。いや、この人友達いなくて電車好きでアイドル好きだ。なんか VTuber だっけな。VTuber 好きなんですよ、この人。いや、本当にマジでキモいですね。準備遅れないでよ。この人大学生らしいですよ、今大学2年生で友達になってみたいな。で、なんか暇だからハリーさんのスナイプしてるみたいな。あ、そっか、VHSD のメンバーだから分かるってことなんですね。いや、この人多分違うと思います。あ、違うんだ。違うんだ。え、もう分からん。なんか情報共有がすごい、なんか。なんかでもこのプレイ見てて思うのは、自分がそういう風になったのは多分自分のせいだと思ってなさそうですね。全部縦気にしてそうです、人生とかも。あなたの人生壊せるのはあなたのせいですよ。なんか A らしかも。了解。ハイミット1。大学生と友達になるのは負け組。僕4年間で1人しかできなかったですよ。僕も負けてる？4年間で友達1人だし、サークルでぶん殴られてた。サークルメンバーから。肩パンされてました。A じゃね？スパイクを設置。最後の1人だ。ナイスライ。これってネオンさんって最初ボイス流したけど、それが受けなかったからこうやって怒ってる感じなんですかね。滑って一人で。でもつまんないボイスしてたのはこの人のせいですよね。僕らのせいじゃなくて。いや、この人なんかなんだっけな、これめっちゃ受けるだろうなって言ったんですよ前。自分で言ってたんですよ。もしかしたら今、もしかしたら音声オンにしたら面白いこと言うかもしれないから、オンにしてみますね。お願いします。聞いとけよ。行くよ。
B の方また来ません。はい、スモーク。よいしょ。はい、よいしょ、無視しちゃった。なんだ。待て。パラノイア。ラストワイン。ラストワイン。そしてナイス。これ油断しないでくださいね。まだいる可能性あります。これ会場入ってると思う。あと30秒。ネオンさん面白いこと言ってください。えらい。油断はダメだね。ヒジジ最後の一人だ。ゴーゴーゴー。面白くないフラグジ。いやーそれそこつこれおめえさん取った方がいいかも。あとなんかこれネオンさんの VC オンにしたけどもう何も言ってないですね。でももう自分がつまんないって多分自覚したんでしょうね。なんかかわいそうな人ですね。まあそうですね。もうかわいそうなのはこの人の両親ですけどね。あるある。スパイクを設置。飛んでけ。正直でだ、影が向かうぞ。ナイス、うますぎ。ふっくっくっく、丸見えなのさ。え、まずい。キモリンもコーキングしたいって言ってたよ。ハリーさん、まずいっす、まずいっす。勘弁してよ。やばい、ごめん、無理だ。フラッチ。あー、トロールだ、やっぱり。いや、マジでごめんなさい。いや、大丈夫です。おー、ネオさん、散々言われすぎて、降参し、早く終わりたいから降参してますね。けどハリーさんも悪いですからね。え、何がですか？こういう怪物生み出してるし、自覚した方がいいです。サイファーさんもですよね。内部ですもんね、あなたも。あなたも、あなた内部分裂しただけでもともと内部なわけですもんね、VHSD の。リサイファー。ちょっと都合悪い時だけ逃げないでください。スパイクを設置。お前もそうだろ。仲悪くなった。わら、自覚。喧嘩しないで。わら、言われてやんの。仲間割れきたー。ハリファ、自分が、自分も VHS のメンバーで仲間割れしたから今、今は仲間だけど、この人ずっと仲間なわけじゃないじゃん。今は仲間なわけじゃないのにさ。最近仲間全員スナイプだからもう被害者僕しかいないからもう気にしないですね僕。でも正直最近バレやめようかなって気持ちはしてる。面白くないから。スパイクドロップ。敵残り1名。ソーバー乗っていた。あと30秒。CT から。逃げられないぞ。待て、36キル10ネス12ですと思えないぐらい今なんか弱かったな。
ですね。ブアロやらないハリー氏はいない。最高。あれ、笑。さようなら。ナイス。1年ぐらいやめれば。1年ぐらい僕バルやめてたんですよ、みんなから言われるから。スナイプ全くいないときに弱いからやめろって言われすぎてやめたんですよ僕。2020年とか2021年とかね、バル出たばっかりの頃。お客さん買いますこれ。ありがとうございます。あ、生きてる。サイファー。ゴーゴーゴー。いくよ。この町って味方の VHS、敵の VHS と護衛団とただトロールがいるってことですか？そうですね。敵に VHSD 絶対許さないマンと VHSD と仲間に VHSD の元メンバーだけど派閥争いでこっちの仲間になった人とノラのトロールがいます。はい、ピカチュウビリビリさん、サブスクライブありがとうございます。電気自動車の真似。ウィーン、電気自動車です。こんにちは。サブスクライブありがとうございます。ウィーン。電動だよ。こんにちは。たまたまだろうと思んなかったな。電気自動車って喋るの？そのトロールたちを生み出した張本人もいます。ちょっと、ネオンもスナイプでした。ウィーン電気自動車です。ネオンもスナイプでした。はい、ネオもスナイプでした。電動自転車で喋るの、喋る人ボブとブーブーズの世界やったらやってくれるかいですよ。ハリハリじゃんけんしましょうか。ハリハリじゃんけんっていうのはじゃんけんで僕に勝ったら1週間いいことがめちゃめちゃあるっていうじゃんけんです。で、久しぶりにじゃあハリハリじゃんけんやりますね。ハリハリじゃんけん、じゃんけん